私は日本共産党で神奈川で県会議員をやってます、君島千佳子と言います。普段浅香さんとともに神奈川県内そして国会などでも奮闘しています。で、今日ようやく来れました。ずっと金曜日っていうのはいろんなことが重なって気にながらなかなか来れない。で、それで市のこの希望の襟が終わりになるっていうのを聞いて本当に私は、ま、悲しかったんですけど、でも今日ようやく駆けつけることができました。で、話したい方たくさんいらっしゃるでしょうから短くしますが、私がね12月で一番悲しかったのは辺野古の海に土砂が投入された時でした。本当に悲しくて無残な光景で胸が震えましたけれど、で逆に12月嬉しかったことの一つは原発の海外輸出が総崩れになったという、本当に国際的にはね新しい選択をしているということで、まあ、その中で孤立する安倍政権ますます追い詰めたいというふうに思います。で、もう一つ嬉しかったことは、梅雨空に救助を守れの女性でも、これが4年の時間をかけてようやく公民館の悲観誌に掲載されることになりました。で、このような嬉しい取り組み希望にしながら頑張っていきたいと思います。で、私もう一言、2年前にここにいる娘の優が亡くなって、でその時お通夜の時にちょうど金曜日の希望のエリアで皆さんが忍んでくれた、松平さんがスターダストを演奏してくれた、その時私はお通夜で本当に娘と一緒にここに飛んできたいなというふうに思っていました。で、三回忌も先日終えまして、娘のことは本当にいつも心にあって悲しいことを抱えながらですけれど、でも私は元気で明るく頑張っていきたいというふうに思っています。戦い抜きたいと思っています。で、私は志野さんと同じように涙もろくって、本当にここに着いた途端もうダメだったんですけれど、でも志野さんの当選もそうだし、私もまた来年4月頑張りますので、皆さんと共に本当に明るい日本を作ってまともな社会を作っていきたいと思います。今日はお疲れ様です。飛鳥さんがちょっと今ね喋れない状況なので、君島さんありがとうございました。ゆうさんのことをいつも思いながら頑張ってました。では、